大相撲の竜行寺式首位之助が冬巡業中の昨年12月16日、酒によって10代の行司にセクハラ行為をした問題で、相撲に詳しい漫画家の役三つ氏が9日、フジテレビ系の生番組、バイキングで、意図を感じると、各界の政治的な背景を指摘した。役氏は今回の一件について、大したこっちゃないなっていう感じはするんです。ただ、それは平時の話であって、今みんなで襟を正しましょうって言ってる時期なだけに問題だろうと思われるとの見解を示した。その上で、それにしてもセクハラいけない、とはいえ犯罪行為でもないし、こんなの本当にうちわの賞もないこととして丸め込めるはずのものが、あえてこうやって騒ぎに乗じる形で出てくるあたりがやっぱり、今いろんな対立の構造がある中で出てきたもんなんだろうと推測いたします。けれどねと、政治的な意図を持ってリークされたと推測。政権にダメージを与えるとかね、そういう意味合いはあると思いますけどね。自分はそういう意図を感じますけどねと、八角理事長体制への攻撃を感じ取っていた。